僕は365日外食している30歳独身の男。本日はですね、名古屋の、天白、名城大学の近くの塩釜口駅にある、ずっと行きたかった海鮮居酒屋に行ってみたいと思います。はい、このお店ね、なんかずっと僕がそのインスタをやり始めたぐらいかな。その4、5年前ぐらいから、めっちゃ気になってたお店だったんだけど、まあなんか全然ね、行かなかったというか、まあなんだろう。まあいい店っていうのはね、結構口コミでは知ってたんだけど、まあ行った瞬間になんか楽しみがなくなんだろうな、みたいな。そんなことを考えて、行くか行かないか、どっちにしようかって迷ってたら、4年が過ぎたという、そういうところでございます。コインパーキングは塩釜口駅編ってめっちゃ人気なのね。全然空いてなくて、ちょっとだけ離れたところにから歩いていくというね。まあでもここら辺安いね、パーキング。じゃあ今日もね、いつも通り一緒にお店まで散歩していきましょう。これ三代目トリメロってさ、これ確かワタミグループだよね。ワタミがなんか三代目トリメロになんか名前が最近変わってるらしくて、ワタミさん頑張ってんなと思った。で、これ向かいには新時代があって、結構暑いよな。見やり聞きに来る人が結構いるんだよね、多分。まあ大学生もいっぱいいるし。ここを個別指導塾を曲がりまして、まっすぐ行きます。あ、そうだ、あのね、目の前にある P っていうのが僕が本当は止めたかったとこだったんですよ。今から行くとこにはここが一番いいぞ。安かったし、値段はね、ちょっと待ってね。あ、これ600円安くね。皆さんぜひチェックして行ってみてください。で、今回のお目当てこちらです。船丸酒場クラムポン。で、入り口からねテンション上がるんですよ。この怒りのマークとともにこの階段登っていく感じね。行ったらこの先乗船ゲートっていう文字が出てきて、もう世界観がもう完全にね、船の中なんですよね。うわ、なんかいいね。海賊があそこのカウンターでなんか飲んでそうだしさ、この提灯もいいしさ、ねえ、このなんか登っていくこういう席もいいし、これ面白い。子供の席だな、これ。子供喜ぶな。で、コルクのこれもいいし、世界観が素敵。もう一回戻っちゃった子供これ絶対喜ぶな、これ。本日2回目。あ、そう、なんかディズニーとかユニバとかに置いてそうなのもあったし、テキーラもあった。こうやってね、うわ、入ってったらね、もう字綺麗。字綺麗じゃね。よくよく見たら、これメニュー表もこの字で書いてんの。字めっちゃ綺麗じゃね。これ店長かな。で、結構コスパがいいんすよ。僕が大好きな塩麹から揚げ590円とかさ。あー、はい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 、はい、とろけるレバーとポテサラと、あとどれだ今日頼むのは、7種のチーズピザと海鮮ユッケかな。味綺麗だなこれ。あ、テキーラ490円なんだ。いいよね。で、あとは僕はそう、あ、そう、車で来たんで、僕あれノンアルでしたね今日は。残念。あ、これね、松賀牛背脂のホルモン煮込みもめっちゃおすすめ。あ、これかな、海鮮ユッケじゃないわ。これ何だっけな、これ。これが絶対頼んでほしい。
これね、こぼれるんですよ。中にしかもご飯が入ってて、でこれがね、名物恐竜の卵で、こんなツルツルに半熟で剥けるのって難しいんですよ。もう毎日剥き続けてる人がやってるからこそできるっていうか。でこれが絶妙な火入れをしたレバーでしょ。で松坂牛の背脂の煮込みと、あ、これがさっきのピザ、これをね、蜂蜜につけて食べるんですよ。僕ね、こういうの大好きなの、ピザとかね。これが土鍋ご飯。で、そして僕のが一番大好きなのがこれ、塩麹唐揚げ。まずでっかいんだよね、唐揚げ自体が。見てこれ、でかさすごいよね。でしっかり大きいんだけれども、めっちゃうまい。これなんか結構ね、唐揚げ屋さんのそこら辺の唐揚げ屋よりもおいしいっていうか、この店の中でも一番飛び抜けて僕が好きだった。でインスタとか出したら、やっぱりみんなこの唐揚げ好きみたいで、私もこの唐揚げ好きですっていうのコメントがね、めっちゃ来たんですよ。っていうので、ぜひ皆さんもね、クラムポンさん行ってみてください。はい、まさにこれはね、大人の夢の国ですね。もうディズニーのような世界観で、もうディズニーなのかユニバなのかで迷って、その TikTok の音源どっちだったっけみたいな、あれこの世界観どっちだったっけって、皆さんどっちですか。僕結局インディージョーンズをつけてみたんですけど、 TikTok では曲を、まあそれでいいのかな。ユニバって意外となかったなと思って、ああいうアトラクション系。ジョーズは違うもんね、ジョーズ。よかったらコメントでユニバなのかディズニーなのか教えてくれたら嬉しいです。っていうので、はい、まあ、ここにいる時にね、夢の国の話がね、頭の中で浮かんでくるわけなんですよ。なんで夢の国って別れるっていう噂があるんだろうとかね、まあ、確かに僕もね、ディズニーに行って、まあ、大喧嘩というか、そんなことしたことが あるんですけど、なんで大喧嘩したのかっていうのがね、最近よく分かってきます。やっぱりね、その夜行バスとかさ、早朝に車を運転していくじゃないですか、愛知からね、ディズニーまで。で疲れた状態でね、神社遊ぶじゃないですか。で夜エレクトリカルパレードとかに来た時には、もうヘロヘロで体力がないんですよ。もうなんか脳みそが止まってて、いいリアクションが大体男ってできなくなってくるんですよね。でそれでちょっとエレクトリカルパレード良くないみたいな、もう見るの良くない、もう帰ろうみたいな感じの雰囲気感を出しちゃうと、いやいや、せっかく来たのにそれはないっしょみたいな、そんな感じで多分喧嘩になるんだと。まあ要はあれなんだよ、疲れ、うん、そう、疲れによってディズニーは喧嘩をしやすくなる、分かりやすくなるっていうのがあると思ったんですよね。これ最近めちゃめちゃ思うんですよ。これ今収録してるのも、これ動画朝の7時に収録してるんですけど、もう夜中にこれ収録してもよかったのに、昨日ね家帰ってきて、また終電で帰ってきたんですけど、飲食行ってからね。でもその飲食行って、まあ、仕事も行ってみたいな、でそのクタクタの状態で、なんだろうな、収録した時にこういう発想が出てこないなっていうのがあって、一回寝たんですよ、一回寝ようって言って。で起きて、よっしゃ今からようやくね、頭をパキパキに回ってコーヒーグイって言って、よし喋るぞって言って、ようやく喋れてるんですよね。だから多分この昨日の深夜だったら何言ってるか分かんないような変な内容しかね話してなかったと思うんですけど、まあそれと一緒で、まあ夢の国で喧嘩をしない対策は、よく寝ること、前日に。であとはね、スマホ中毒になってね、疲れないと、パークにいるときはしっかりと彼女の話に集中して、他の余分な体力を使わないこと。であとは、まあ、疲れたらね、マーベドラグーンとかなんかどっかで寝ることだね。うん、なんかあそこなんか気持ちよかったな、マーベドラグーン。居心地いいっすよね、空間。寝ちゃったのかもしれない僕昔。はい、っていう感じでね、ぜひ皆さんもね、参考にしてみてください。
ということで、まあ、僕はねそんなにねあのディズニーに行くことってインパって言うんですね、てか最近の子ってインパできないので、僕はそのこの名古屋のね塩釜口駅近くにあるあのクラムポンでね名城大学生と一緒にこうやってね飲みたいと思います。ということで、ぜひ皆さんも気になったらクラムポンを行ってみてください。もしこの動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録とコメントもお待ちしております。すいません、最近めちゃめちゃ忙しくてね動画を全然上げてなくて申し訳ございません。まあですが、まあね僕もねそのしっかり寝て、まあ、しっかりとした頭の発想で、まあ、頭グイグイに回してなんかいい投稿を作っていこうかなって思ってるんで、これからもよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。また来週。